黄金の自由、黄金の自由、黄金の自由、ラテン語、ポーランド語、貴族共和国、または貴族民主主義とは、ポーランド王国及びルブリン合同1569年号のポーランドリトアニア共和国にお適応した貴族支配による民主主義の政治システム。このシステムの下では、領地を有するすべての貴族、シュラフタが法的に平等であり、 極めて多くの諸特権を享受していた。この特権に基づき、貴族階級は、立法府である政務、ポーランド議会を構成し、国王を選挙によって選出していた、選挙を制。この政治体制は、貴族身分、シュラフタが都市民、商工業者、ブルジョワジーや放送など他の諸身分と国王を政治の場から排除したことにより強固なものとされた。シュラフタは、ニヒルノビ、 1505年、ヘンリク上皇、1573年、そしてその後に結ばれた数多くのパクタコンベンタ、選出時における国王と貴族との契約を通じて、所得権を集積してき、君主が彼らの特権に手出しすることは許されなかった。この連合共和国家における政治原則とは、我々の国家は国王の監督のもとにある共和国であるというものだった。 16世紀の解明的な大宰相ヤンザ・モイスキは、この原則を、国王は君臨すれども統治せずと要約している。この言葉は、他国でもよく使用され、イギリスや過去のドイツの生態などを表す際に引用れるが、実はこれを、歴史上世界で初めて述べたのは、ヤンザ・モイスキであり、ポーランドの生態のあるべき姿、すなわち、政治の合議性、民主主義について述べたのである。 独人性や先生は、ポーランド社会にそぐわないものとされた。この時代、この合議性の原則によりポーランドは、欧州で最も強力な国家へと大発展した。この時代は合議性の原則が、国家の発展にとって望ましい方向にのみ作用、したのである。それは、イギリスの歴史学者、ノーマン・ディビスが指摘するように、当時のポーランドが共通の政治的価値観を持ち、 自身の利害よりも国家のあり方を優先した社会的責任の意識と哲学的な水準が非常に高い知的な人々の集まりによって運営されていたからである。国家の頂点にあるのは選挙で選ばれる国王、上院、そして飛び抜けた権力を備えた政務の三者であった。国王には返陸条項と選出時に取り決められるパクタコンベンタによって市民、 つまりシュラフタの権利を尊重することが義務付けられていた。国王は大勢の貴族層の移行により、その権力をかなり制限されていた。歴代の国王は、ポーランドの政治システムの根幹、そしておよそ確立されているとは言い難い、宗教的寛容の根幹をなすとみなされた、ヘンリク条項を承認することを余儀なくされた。やがて、ヘンリク条項は、パクタコンベンタの中に組み込まれ、 国王選出に際しての重要な制約の一つになった。黄金の自由この後は、ヤギエを朝断絶直後の1573年から使われ始めたの政治システムは以下の原則をその基礎としていた。共和国の政治システムには単純な枠組みを適用することは難しく、様々なモデルを当てはめて説明されているため、統一的な見解がない。 黄金の自由は極めて得意でその評価には論争の多い政治システムである。それはヨーロッパの主要国において絶対主義が支配的だった時代において例外的に権力の強い貴族の支配と弱体な王権とで構成される点で特徴ある性格を有していたし、ある種の近代的価値と似通った要素を備えていた。ヨーロッパが中央集権化、絶対主義、 宗教戦争や王朝による争いに直面している時期、共和国は地方文献、国家連合と連邦制、民主政治、宗教的寛容さらには平和主義までも経験していた。シュラフタがしばしば国王による戦争計画を廃案にしたことは民主的平和論に関する論議に相当するものとさえみなされる。黄金の自由システムは民主制、立憲君主制、 連邦制の先駆的存在とさえ評価されることがある。共和国の市民たるシュラフタは、抵抗権、社会契約、個人の自由、合意に基づく政治運営へ、独立心の尊重といった価値を称賛したが、それらは世界的に見れば近代になって広く普及したリベラルな民主政治の概念である。19.20世紀のリベラルな民主主義者のように、シュラフタは、 国家権力に対して強い不安を抱いていた。ポーランド貴族は国家の権威主義については強い反感を持っていた。おそらくポーランドの貴族民主主義者に最も似た人々はヨーロッパではなくアメリカ合衆国、特に南部の奴隷を所有する貴族たちの中にいた。奴隷を所有する民主主義者たち、そしてジョージ・ワシントン、トマス・ジェファソンといったアメリカ。 建国の父たちは、貴族共和国の改革派シュラフタたちと多くの価値観を共有していた。近代史において、ポーランド・リトアニア共和国が1791年に、世界で2番目の成分憲法である5月3日憲法を制定したことは、偶然の不号では決してないのである。起草者の一人である、ポーランドを、スタニスワフ・アウグスト・ポニャトフスキも、 アメリカ合衆国やイギリスを参考にして、さらにポーランドの事情に合うものにしたと述べている。一方で、黄金の自由の受益者は貴族に限られていて、小咲く実りや都市民はそこから排除されていたという批判的な指摘も存在する。これもアメリカ合衆国の初期の歴史において、大都市所有者や大将たちが権力を独占したことと似通っている。人口の大多数を占める庶民は、 法的自由が保障されず、貴族の横暴から身を守ることもできず、平民が幸福な生活が送れるかどうかは、全く閣僚主の人と能力次第であった都市の発展は停滞し、地方では濃度性が一般的になってしまったというのである。後の時代の人々は、当時のポーランドを振り返って、共和国が貴族の天国、ユダヤ人の楽園、 農民の地獄だったのだと批判的に主張するようになったが、この見方を裏付ける実証的研究は十分に行われているとは言い難い状況である。そして、貴族階級であるシュラフタ自身も彼らのうちでより強大な権力を持つ大貴族マグナートに従属して自由を奪われていった。一方で庶民でもクラクフ大学などの大学を出て学位を取ったエリートは、 貴族同様の政治的権利を持ち、国政に参加することができた。彼らは、実家が裕福な商人であったり、自分の貢献人に、貴族や裕福な商人がいたりして、その才能を認められて、大学進学や外国留学の援助を受けた。1791年に、ポーランド共和国憲法を作成したグループの中心人物の一人で、ポーランド科学アカデミーの前身となる。 ポーランド科学有の会を創設したスタニスワフ・スタシツなどはそういった場合にたる。ポーランド・リトアニア共和国は国家としての生き残りに失敗したため、極端な場合、共和国の徹底した自由主義はかえって内戦と侵略、国家の弱体と優柔不断や愛国心の欠望を招いたという面的な非難を受ける。絶対主義と国民国家。 同化政策の制度化という民主主義に対抗する当時の感覚で近代的な政治システムの建設が求められた際に有力者たちの何人かが常に自由上主義、リバタリアニズムにこだわったため、共和国は改革反対派の自由の発露であるリベルムベトの行使を繰り返しながら国家機能を麻痺させて徐々に衰退を続け、自由が行き過ぎた無政府状態の瀬戸際まで追いやられた。 イギリスの歴史学者、ノーマン・ディビスが指摘するように、ポーランド社会が何世紀もの間生前説とそれに基づいたリベルムエト制度のもとで民主主義と多文化主義の追求をしていたことは、巨大化する領域国家同士が戦う弱肉強食の時代になると、リバータリアニズムを追求する一部有力者たちに悪用されるようになり、国家の改革に対する圧倒的に不利な要素となった。 シュラフタの多くは自分たちが完璧な体制の国家に住んでいると信じていた。一部の人々が黄金の自由とサルマキズムという根拠希薄な美学に義を持ち個人の自由は国家の近代的な発展のために一部制限すべきだという考え、ンと哲学的な保守主義イコール恩恵主義を持つようになったが、それに気づいた時期は遅すぎた。大洪水で、 外国軍の撃退に成功した体験が余計に改革のコンセンサス形成を遅らせた。シュラフタの多くは保守主義でなくリバタリアニズム、自由市場主義の影響を受けて近代的な常備軍その強化のための税負担を拒み、シュラフタのうち特にマグナートたちは自らの個人的利益を追求するために諸外国の勢力と結びついて共和国の政治システムを麻痺させた。 改革勢力は徐々にその力をつけていき、最終的には、ポーランド社会の圧倒的多数派となったが、その時すでに、ロシア軍は、共和国の首都ワルジャワに迫ってきていたのである。こういう既得権益を持つ有力者たちによるジェレミ、ベンサム的な、偏強な功利主義に基づいた、リバタリアニズム、自由市場主義の横行により、共和国は着々と軍事力及び能率性。 つまり完成を構築していく、近隣諸国に対抗することができなくなっていった挙句、ポーランドを狙う、諸外国の野心の標的になったのである。そして18世紀後半、共和国のリバタリアンたちは、パルゴビザという都市に集結して、彼らの政治連盟である、パルゴビザ連盟を作り、共和国の大改革の流れに頑強に抵抗し、こともあろうにロシアと結託しワルシャーの中央政府に、 対して、武力反乱を起こした。彼らはロシアから彼ら個人個人の自由と財産権、すなわち、租税の免除と私有地の保全を保障されたのでる。タルゴビザの売国奴と呼ばれた、リバタリアン、自由市場主義者、ユーティリタリアン、功利主義者たちは、祖国ポーランドよりも自らの個人的な、経済的利害を優先した。このため、ポーランド社会は、 完全に疲弊してしまい、民間財政はまだ比較的裕福だったものの国家の財政は破産に近い状態となり、近隣の絶対主義諸国による領土分割によって民主主義と他民族主の国家、ポーランドそのものが失われてしまったのである。リバタリアン勢力であるパルゴビツァの売国奴たちはロシアから提供されたはずの政治的自由や、 個人財産保全の保障はロシアによる政治的方便に過ぎなかったことを祖国の共和国が分割消滅されロシア兵がやってきて自分たちの領地を好き勝手に略奪するようになってから初めて気づいたのである。彼らの自由も財産保全も保障されることがなくすべてツアーリの一存のもとに入ることになってしまった。現代のポーランドでタルゴビツアの連中 タルゴビチャニントルゴバイザニン言えば、愚か者、売国奴、無責任、自分勝手の代名詞となっている。一方、当時の改革勢力や、その恩賢主義思想を受け継いだ人々はポーランド、分割時代を通じて、国民活動を続け、後のポーランドの発展の思想的原動力の一つとなっていった。黄金の自由は、 同時代の世界には珍しいある種の民主主義による国家体制を出現させたが、ベネツィア共和国のような都市国家の政治システムと、いくらか類似した部分があった。興味深いことに、両者は最も静音なる共和国を自称していた。ポーランドの政治制度における最大の、かつ当時としては唯一とも言える欠陥であったリベルム、ベトを採用しなかったイターの都市国家は、 ポーランドと似た運命をたどらずに済んだ。フランスとスペイン、そしてローマ教皇は、イタリアを分割するという議論に入ることができなかった。これらの国々は、サルデーニャ王国が1861年に、イタリアを統一して、国民国家を創設するまで、バラバラに存在していた。楽しく、ご覧になりましたら、高読と良いです。クリックしてください。